じゃあね、次のねコーナーがちなみにね、私たちの代表曲であるね、うん、アシンメトリーをふとこの前この DJ トライフェスでね、木曜日の通常の時にあの、うん、見たら昔のやつを偶然、今とはえらく違うという。本当？その子本当？すごい違うから本当に。え、悪い意味で？いい意味で？いや、なんか悪いとかいいとかじゃなくて全然違くて。いいよよ。いい？あ、初期の。で、それで初期のやつとを見て、もう一回今のやつを見て、で、ライブ、はい、あのこれからね、4時半からあるので、それを使用する意味も兼ねまして、あの、見ようと、よしよしよしよいうコーナーに入っていきますので、ちょっといつぐさん、アシンメトリーについて、ミオがこれ検索している間に、アシンメトリーについて何するの？アシンメトリーの説明するの？なんか自分的にアシンメトリーこういう曲だって、まゆなりもなんかこう、アシンメトリーは、マユたちを題材にして書いた曲で、それただの曲だっすね。え、だって曲説明じゃないの？いや、あ、どんな曲説明するの？アシンメトリー、アシンメトリーはね、すがりどころって感じ。すがりどころ？え、だってラストに止まったらアシンメトリー。そうそうそう。とりあえずなんかみんな盛り上がってくれるし、いいかなみたいな感じで感じです。アシンメトリーはいつも最後に歌っている。じゃあ、まあ、DJ トライウエスト講師のトブさんです。あ、もうなんでそんないいボイスで言ったの？行かれてほら出てきた。いやいやいや、あの、いつぶさんはアシンメトリーいつも歌い出しじゃないですか。うん、ねちょっと大丈夫ですか？あれどんな気持ちなんですか？え、どんな気持ち？なんかすごいこうエモーショナルな感じで来てるから、もう割とフラットにサッと入ってるのか。フラットにサッと入ってる。やっぱりクールな感じ。クールですよね。ねえ、かな、あの、サビで手を振ってる時にこう右向いたり左向いたりするじゃないですか、うん、あれこうなんかどんな感じ、どんな気持ちなんですか？どんな気持ち？あんまり何も考えてないよ、そんなに。あとさ、B メロでさ、サビでこうやってる時にさ、うん、多くのお客さんはオーイングをして、あのフラしか見てないから、そう、あの、あれステージ見ろと思うよね。ステージ見ろと思うよ。僕らちゃんとステージ側に対してオーイングをするの。 あれ何なの？とにかくサークル作ってみたらこうやって楽しくなっちゃうんで、ステージどうでもよくなっちゃう。正直どうかなと思うよな。僕はステージ見るけど、もう慣れたけどね。ただね、昨日ね、セロシスタの時にね、サークルの中でオーイング打ってアイドルさん いましたね。いましたよね。いましたよね。結構盛り上がってたね。ポニーテールポイプですか？そう、あと2回やってたよな。やってたよね。マジかね。伊沢さんはあの関係ないね、大体ね。関係ない関係ない。全然伊沢基本的にはアイドル界とは一線を画して、あの最近ちょっと仲良くなれたよ。誰と？ほら、昨日キャラメルちゃんとか、あ、キャラメルリボンとか、あと黒猫ちゃんとか、テレビアとか、ね、ちょっと友達増えてた。違う違う、3人くらい3人できた。ちょっとおかしい感じのアイドルと仲いいよね。かわいい、私とおかしい。あ、でもマオちゃんすごい仲良しになってる。マオちゃん、マオちゃんかわいい。マオちゃんかわいいよな。マオちゃん面白い、面白い、めっちゃ優しい、ね、すげえいっぱい出るじゃん。うん、だからいろんなアシンメトリーがあるんだけど、2012とかくっつけて検索すると増えてるじゃん。今検索してるんだけどね、一番多いのは新潟のやつと DSP のやつだよね。あんまり曲マンゴーハクとかあるじゃん。うん、まあどれか見たやつ1個見てみろって感じですね。え、いろいろ見ちゃいけないの？いや、もちろん見ていいよ。いいじゃん。やだぁ、めぐめぐマリアとかだし、アシンメトリー、これが一番見られてるやつだよ、2012。そう、それそれ、クリスマス2年前、それでそれ行ってみようか。あと音がそっちから出るかどうかな。ここ何、ここで見れるの？うん、ちょっと待って、はい、あ、で、一回止めて。髪長すごい古い、まあ、白い衣装のラフズのやつ。はい、フル画面にしてください。お前のおへそがいい感じ。ほんとだ、これはね、フル画面に右下、はい、押してジョイントして、はい、でクリックドンで、はい、を戻して、あれ音出ないんで、ちょっと待ってね、HDMI の音なんですよ。めっちゃ懐かしい。こんななんかちょっとアイドル感のあるやつも人ったらしいわ。はい、いや、私は人ったらしい。いや、この衣装はどうなんですか？これはなんかクリスマスだから、うん、そうそうそう、限定で作ってなくて、あ、買ったらでちょいちょいだけ着たって感じ。うん、通販で、これのコスプレ通販で、うん、クリスマスだったし、うん、これ猫耳だよな、確か。違うっけ？帽子かぶるとね。で、さすがのチェリコもちょっと空気読んでクリスマス感がそうっていう。そうそうそう。あ、来た。じゃあ頭からいくの。あ、
はい、翌日の再生ボタンを。すげえ。ネット。はい、どうぞ。はい、行きます。再生。やば。へい。アシンメトリー。ゆっくりだ。アシンメトリー。待って。動きがなんか。素がない。どこ？ラフズ？ラフズだ。ラフズ。ラフズだったと思いますよ、これ。めっちゃボケてます。何も起こらないで、まあ、ちょっと待って、ちょっと言うよ、マジで言うよ、誰誰あれぼかしないで、マジで。うわー、夏髪めっちゃ長いわ。いや、黒いわ、黒いわ、うん、それ黒いじゃん。2人とも黒いわ。黒髪だな。2人とも JK だもん。いや、これ高1とかちょうど3年前からだった。高1と高3でしょ。
てるのがこの一部だけで多分それはないわ。あれだと思ったやつもう終わったんだよね。でもこれ、あ、次が始まっちゃう。ちょっと待って、止めて、キャンセル、キャンセル、あれすごいじゃん、恥ずかしい。次はあのシェリップで検索して、うん、今週っていうフィルターかけるとあのロックアップしてる、大阪ファンデットワイスのマッチカメラやつ出るんで、シェリップ今週ってまずシェリップで検索してフィルターをして今週にすると、そんなあるの、その、ね、左の3の子、そうそうそう、と新しいやつがやって出て、そこにニャンニャンのマルチカメラってあるじゃん、うん、それをして14分ぐらいかな。めっちゃツッコミどころもあったけど、さっきのやつさ、松田聖子さんのあれで、うん、バージョンのあの、こういったサンタクロースをカバーしてさ、あー、なんかそれ、14分ぐらい、あ、そないじゃねえかな、あ、それ終わりだから、で、最大にして、うん、すぐ足首で始まるから ね、 これね、そうだね、あ、B、B、いい感じのところ来た、この後ですわ。本当のモルチがめっちゃかっこいいね、回るよね、そして先ほどにしやすいね、あ、二面マルチね、すげえよ、はっ、やべ、かわいい、何入ってたんだろうね、なんでかな、おかしい、でも酸素エリウム目立つ、めっちゃ盛り上がるわ、フラメントすごいでしょ、びっくりした、ドブさんの方に分かる目がいってきた、いや、それはしょうがない、背高いの強いな、あ、動きがパキパキし始めた、全然いいじゃん、緊張するしな、なんでなんか顔が
なれやん。黄色いサイリウムの人強いな。めっちゃ強いな。ティッシュかな、あれティッシュ。あいつティッシュだから。やるんだって人と、俺はコピーで、あ、逆になるけど、アーティストさんとはフルヒットだって風がいるって結構分かれてたけど、チープの場合は結構それがなくて、みんなね、同じ振るのですよ。そう、みんな右から入る。うん、なんか、嬉しいよな。そう。2本見たいな。そして、やたらといい感じに拍手が入るよな。そうだね。今、まあ、MC が藤井さん素晴らしいの分かってたね。向こうに見たいですよ、個人的にあるんで。何だ、ね、伝えてないってつもりさせてね。うん、ね、これせっかくみんなで見ようよ、ね、あれを見た方がいいと思うんだよな。小前子まで見ようか、あえて、うん、今日来てるし、うん、小前子さんの動画すごい音ですね。音良い系ですよ、あ、出たな、新宿。そうね、この前めっちゃ可愛いけど、前の顔のアップだけの方が欲しい。これもう始まってるな。ありがたいですね。下にね、分数が書いてあるよ。この辺、ね、から、この辺からカウが出るよ、はい、これね、現場いた人もいるよね。いた人はラッキーでした。ほんまこんな場所でやったんですか。びっくり。そろそろ眠る時間帯で。時計の上いっぱい回ってるよ。声かけられるよ、これ。かけられる。怖い怖い。皆さんと一緒に最高に盛り上がって、この終わりこと新宿店さんはダンスフロアにして終わりにしたいと思うんですけど、これアンコール前か、アンコール前だ、テオングループが結構あるんですよ。あるんですよ。知らない方もですね、なんかスポーツもしますし、もうアスメトリーで曲もして、はい、終わりました。これあれだな、ゴロゴロだったよな。すでにこの前に3本ダンスやってきて、汗でギトギトしているし、気合を入れないといけないということで、こうまとめれるかもしれない。出た。お待たせいたしました。皆さんどうも力を貸してください。それでは、はい、ここにいる皆さんに感謝の気持ちを込めて聞いてください。アシンメトリー。いつからこの感じ。そうそうそう、なぜかね、打ち始めた。そう、次面白かったんで、ガンガンエキサイトしていくんだね。ちょうどね、この辺に。
発動ラインもかなり歌最近よくあるカラフルI'm sorry.
さすがグラサンだ。この時間で22時回ってる。さっき言った足めぐりのショートバージョンをね、参考にしよう。いい話だな。さっき初めて聞いた方もこれで盛り上がり方間違いだと思いますので、では最初のあの来たってやつもよければ。来たやばい。これ2回目がみんな分かってる。オッケー、満足。あ、僕がボタン押すんですけど、まあ、見ないでください。見てください。足めぐり。
CD を何枚売る実績あるからやらせてくださいから、まあ、それだったらやるんですよみたいな感じのとこなんだけど、うん、うちだって全然吉祥寺ぐらいしかやってないじゃん、うんうん、でね、新宿どうですかって、まあ、新宿が噂聞きつけて新宿やばいらしいって僕に電話来たんですよ。そう、でスケジュールが合わないから、あ、そうだったね、ごめんねって言ったんだけど、うん、あの宇野っていう僕のプレーの、あのクレイジーなやつが9時半してあげるでしょっつって、って電話したら、じゃあ9時半でっていろんな課題を言われて、うん、CD 早めに持ってこいとか、ね、あのこの時間まで入れとか、うん、みんなで努力して全部クリアしたら、うん、できたじゃんってね、すごいよね。で当日に決まってやって、うん、結果特定の時間全然ないから超高速ねえ、あの初めてだったよね。あれも宇野さんがね、もうあの1人ずつでもう15秒でやるねってやってね、だその時の人は、まあ、ある意味逆にレアだね、超短いチリップの物販を、そう握手しかできなかった、うん、だって、ね、名前とか書けないもんね、書けないとバーッと入って、でもおかげで時間内に終わって皆さんのご協力で、僕はまたチームでやってもいいよって言われたんで、本当ですか、次のリリースの時はやってもいいですよって柴田さんに言ってた、いやもう作るしかないじゃないですか、やったやった、じゃあ次またリリースあったらな、そうだね、できるな、あ、そうか、ガツンといいやつをやりますよ、うん、もうお願いします、そう、あの後ろ時間たっぷりとってね、うん、あ、このとこ20分くらいなんでって言いながら1時間で、できるの、できない、普通はこの2時間の枠でこれぐらい CD 見せたら嬉しいなって言うけど、よくガン無視して1時間くらいライブして、で後ろに乗って引っ張ってやる、怒られるの、怒られるよ、なんで怒られるの、え、いや、あの言い方にしてください、ちょっとあの困るんですけど、あ、すいません、あの申し訳ないですって言いながら確信派でやるってやばいね、悪い大人のね、ありがたいね、翌日は仕込んでますね、いい感じの DJ が今日見れるらしいよ、うん、あ、じゃあ